皆さんこんにちは。今日も始まりました YouTube 番組山田理科のリポリカ、理科室の理科先生こと山田理科です。今日もよろしくお願いします。さあ、第8回目の今日はですね、偶数回なので理科先生の社会科見学をお届けします。今日はですね、昨年10月にロンドンで開催された日本酒の品評会ロンドン酒チャレンジ2020でなんとプラチナ賞を受賞、そして今この時期お酒造りをしているということで、三重県多気郡明和町にある朝日酒造に来ています。今日この酒蔵の中をちょっと見学できるということで、皆さん酒蔵見学一緒にしていきましょう。それでは早速行ってきます。どうぞ。はい、ありがとうございます。お、すごい、初めて入った酒蔵。ひんやりする。そうですね、なんか思ったよりだいたい5度ぐらい。え、この中で5度。外はでも寒い時は1度、2度、でも中はだいたい5度ぐらい。あ、そうなんですね。じゃあ今のの外ぐらいな感じのひんやり感なんですね。ちょっとびっくりした。今日仕込んだのがこれですね。はい、純米大吟醸最良。お、来ました。あれですね、ロンドン酒チャレンジでプラチナ賞を取ったお酒ですね。はい、え、中見たいんですけど。はい、どうぞ。いいですか。残っている。はい。お、すごい、なんだろう、初めて見た。え、これ今どんな状態になってるんですか。これは、今日最終の止め仕込みっていうのを行いました。止め仕込み、はい、とは添え中止めと3段階によって仕込みを、その止め、最後の止めですね、今日仕込みました。すごい、発酵の匂いですね。そういうことか。なんかお酒の、なんだろう、アルコールの匂いがするのかなって最初思ったんですよ。まだこの段階ではしません。あ、しません。はい、え、これっていつまでこのままなんですか、つけておく。だいたい20日間、20日間で、絞る段階です。まず20日間このまま寝かせておいて、そのあとはどう。あとこれを絞る段階、お酒と、はい、酒粕に分かれます。20日先ですね。え、これ何、回すんですか。あ、そうですね、貝入れと申しまして。はい、うわ、ちょっと見て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 、すごい、お米出てきたよ。こういう状態なのを、はい、そこから引っ張り上げるわけですね。そこから引っ張る、すごい、やってみます。重い、よし、ちょっと気合い入れますね。ぐーっとそこまでいったん、はい、で、引き上げる。そうですね、はい、合ってます。で、引き上げる。え、これどれくらいのお米の中に入ってるんですか。この今お米が150キロ。150キロ。だってなんかタンク結構、何？1000リッターのタンクです。すごい。だってなんかもっと下に行きそうな気がするんですけど、そうそうそう、お米がたくさんあるから多分そこまで行ってない気がする。え、これ何、朝皆さんされてたんですか。そう。こうやって。はい、え、これどれくらいの時間やってたんですか。そうですね、10分ぐらい。ありがとうございます、はい、出来上がるのを楽しみにして20日間寝かせるってことですね、はい、さて、2階やってきました。西山さん、はい、この2階は何をするところですか。この広い場所っていうのは、はい、お米をここで冷やします。蒸したお米を5度ぐらいまで、はい、ここで冷やすためにこういう広い場所がいる。麹もそうですね。
麹の方で広げて冷まします。ってことはここに一面に何て言うんですか、お米を置くみたいな。冷やすっていうのはどれくらいですか、何日？短時間で冷えます。蒸したお米を広げて冷ますっていう、はい、それでじゃあ朝蒸して冷やして、 でさっきの1階にあったあのタンクの中に入るってことですか。この2階とは外れます、はい、外れます、はい、このようにこちらに、あ、これ、あ、だからさっき私落ちそうになったってこと。この下に仕込みタンク。あ、ちょっと来て、さっきの1階でこうやってたタンク。長い動かすとゴミが入るので、この下にタンク、びっくり。何ここ、じゃあここ結構何枚か開きますよ。で床を開かせて何してる。本当は大きなタンクがあったんですけど、この下には大きなタンクがあって、その上からこの解剖っていうんですけど、この解剖で下の木の土をかき混ぜるっていうのが2階からできるようになります。なるほど、そういうことか。そんな大きいタンク。そうです、こちらよ、下に大きなタンク。あ、ほんとだな、ここ見える。奥にある桶みたいなものですか。これが10石樽と言いまして、はい、1800リッター。1800リッター。でかい。あ、すごい、私の身長よりでかい。これは以前使ってた、これでお酒を仕込んでたんですけど、この中に、そう、木の香りとか雑菌とか色の問題でもう使われなくて、今はもうステンレスのタンク、はいはい、鉄の放浪引きのタンクを使います。あの下にあったやつですね。さあ、この日本酒ですよ。昨年10月にロンドンで開催された日本酒の品評会ロンドン酒チャレンジ2020でプラチナ賞を受賞した信徒の祈り採用でございます。そしてこちらが賞状ですか。そうですね、プラチナ賞の賞状です、はい、どんな気持ちでしたか、受賞されたの。最初はね、やっぱりびっくりしましたね。いや、そうですよね。あの、これは大学の千田先生が、はい、このチャレンジに出してくれた。それは僕は知らなかった。あれですもんね、この日本酒ってそのプロジェクト、はい、そうですね、ですよね、プロジェクトのチームでみんなで作った、みんなでお酒なんですよね。で、先生が出してくれて、で突然プラチナ賞いただきました。千田先生から電話が来たんですか。そうです。もうすごい。いや、でも嬉しいですよね。プラチナ賞ってだって一番上ですよね。そう、最上級ですよね。ゴールドの上です。ですよね。いや、もうそんな、ね、あの日本酒を作られているこの朝日酒造さん、他にもたくさん、ね、お酒があるんですよね。もうちょっと説明させてください。いいですよ、もうどんどんしてください。これはね、やっぱりみんなの力。あのお酒が、まあ、当然良くないと取れないんですけど、この、あのストーリー、はい、いわゆる三管楽の、はい、いわゆるチームワークで賞です。誰一人かけてはいけない。そう、みんなが個人ではね、取れませんね。じゃあ、なんだろう、みんなの思い、気持ちがこもった。それが信徒の祈り採用です。はい。ぜひとも飲んでください。はい、ぜひ皆さん買ってください。よろしくお願いします。はい、飲んでください。さて、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は酒蔵見学をしました。日本酒のことだったり、ま
酒蔵のこと、この番組を見ていただいて少しでも勉強になったらいいなと思います。さて来週は奇数回なので理科先生の調理実習をお届けします。今この番組を見てくださったそこのあなた、ぜひ YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。以上、理科室の理科先生こと山田理科がお届けしました。また来週リポリカでお会いしましょう。バイバーイ。